リス遊んでいこうと思います。今回は推奨レベル40なんで、主要メンバーを50ぐらいにしておきました。まあ、とりあえずこれでやっていこう。今回これで最終回の可能性全然あるんだよな。これ毎回言われるな、愚かな人の声よって毎回言われる。これ子孫の手で命を奪われるがいい。そうだ、ボード人なんだよね。そのボードの英雄と戦うっていう。これロロナーゾロね。この人の声ロロナーゾロ。カルバリウス、これアムロレイね。私は冥府に落ちたことで、かえって末あるうちは知るもよしもないさ。あ、こいつ死んだんだこいつ。でとりあえずまあジェネリックでしょ。でサラ、マーガレット、うん、エミリア、ガミール、これ確定だね。たった5人しか選べないのなんか寂しいな。最終回ぐらい全員で総出でいきたいんだけど、まあマーガレットでいいか。どうなるかな、これ勝てるかな。最初から全力を出してはつまらぬ、しばらくは猶予をやろう。戦いを楽しんでるな。あのクーガのあのなんだっけ、最後のボスみたいな、戦うのがもう楽しくて仕方ないみたいな。でこっちは泣きながら殴るみたいな、そういう展開希望。どうしよっか、あんまり前にはちょっと行かないようにするか。ちょっと強気でいこう。うわ来た、目の前来た。うわマジか、サンダーストライク持ってんだ。ほう、その技を持った。そっか、こいつから斧もらったんだ、それを忘れていた。そうだそうだ、こいつからもらった斧で俺サンダーストライク使ったんだ今まで、従来それを忘れていたな。でもな、ってことはこいつもサンダーストライク使えるわけだもんな。一戦、あ、これ決まるんじゃん。あ、ボードの英雄さらば。あっという間に、良き戦であった。お前1分もかかってねえよお前。戦楽しめたか本当に。1分も参加しなかったよ本当に。これんー、ちょっとこれ困ったな。うわ体力ちょっとやばい、いきなりビクター死んじゃいそう。ギリギリまで詰めていくか。でもで一人一人倒して、いやーどうしようか、なんか位置が良くないなこれ。全体的に位置が良くない。本当はね二人いっぺんに削りたかったところあるんだけどね。グレネード、いやはボリアスの方向行くか。うん、こっちにしよう、ボリアスの方向。で回復はやっぱせざるを得ないか。回復だね。よし、まだマヌガリウス動かないでよ。あ、レベルアップした、ありがとう。まだ猶予ちょうだい、猶予くれた。意外と優しい神、まさしく神。あれ、タームリン付き合うのもここまでだ。あれ早っ、猶予早っ、え増えた、尋常じゃない数の。マジこれちょっと待って、増えすぎじゃない。ちょっとこれはあれ、俺さすが神って言ったけどこれ神じゃないな。うわ来た、早っ、もう来るんだ。何その、何も読めない、字が読めない今の。ちょっとアメリアがやばい状況なんで、これいきなりこいつ3000万だ体力すごいあるな。ってことは周りの兵士からジュングリーン倒していくプランも全然ありだな、これ全然ありだわ。そうだね、周りから倒していくのが一番やっぱ正しいのかな。結局やってみないと分かんないんだよなこれは。でもこんなにあの雑魚が多いんだったら、もう雑魚っていうレベルでもないけどな、結構強いからびっくりするんだけど。それだったらやっぱ倒していった方がいいか、最後一人にした方がいい女神を。あ、こっち来る、ピンポイントで狙ってきた。うわー、しかもクリティカ来た、クリティカ来たなー。うわー、これ大丈夫か、一気に粉砕するか。ブリムストーングレネード、コロニー落としきました。演出かっこいいんだけどね。
そんなに減らないね。一人か。くぅ。これは、これ、どうしよっかな。迷い時だな、これ、マジで。68% 当たるか、これ。二人に当たったか。これ、死んじゃいそうだな、これ。これ死ぬの、本当ちょっともったいないんだよな。いや、それでもちょっと逃げますわ、一回逃げます。やおす、やばいっす。二人ね。ここ、いやー、どうなんだろうな、これ。エミリア死んじゃいそうな可能性高いな、これ。倒せるところは倒そう。神様次第だな。神様がどこを殴りに来るかで決まる。あ、でも回復来たか。回ってきたの嬉しいな、これ。これありがたいな。九死に一生。どこに来るかなんだよ、問題は。そっちか。これの攻撃範囲がどんぐらいなのか全然わかんないんだけど。なんであんな器用にさ、サラとジブニエビエーブを殴れたんだろう、今。あんな器用に2人だけ2枚抜きできんだ。どうやったんだ、今の。わけわかんねえ。エミリアまで死んだら元も子もないんだよな。ナイスクリティカル。これで1人になった。どこ殴りに来んのよ、こいつ、マジで。あ、マーガレットの方か。いや。これは、たくましいでガンス。たくましいでゴンス、本当に。向こうの女神さん、たくましいでゴンス。これは一戦使うか。待って、あいつさ、来る順番早くね、なんか。さっき攻撃したばっかじゃん。せっか、こいつ。なんか、せこいな。ミスった。ハイパースラッシュいっか。体力65。めっちゃ減った。なんだこれ。え、なんでこんなに減ったの。1000も減ったよ、今。1000のくらい初めて見たんだけど。これはもう確定で回復だな。こうだな。ちょっと待って、俺これビクター死んじゃうかもしれない。あ、でも順番来るか。大丈夫か。ここはこれだな。残りまだ1300残るんだ、これ。もう一回ビクターの番って来ないかな。これ難しいかな、ビクターの番来るの。1300か。で、回復するわけでしょ。65度当たらない可能性全然あるな、これ。まあでもやらざるを得ないな。残り1000けど、回復で1200ぐらいかな、これ。お前好きだな、ね、あー、死んだ。クリティカか、メタリカか。当たれ。65%当たってくれ。当たった。これ当たるかな、ハートブレイク。75%当たってくれ。神頼み。神に対して神頼み。神に対して神頼み。すごい言いづらいわ。また来たよ、例の技。回復しといてよかったな。天地開墾。あれの攻撃範囲がようわからんのよ。あ、でもこれ倒せんじゃないか、もう。もうこれ終わるんじゃないか。次、ビクターの番来るでしょ。うわ、来なかった。横入りしてきた。好きだな、それ。それしか技持ってないんじゃないかっていうぐらいの所業。残り600か。これ当たれば決まるぞ。ハイパースラッシュ。当たってほしいな、76%。頼む。あ、向こうレベル50なんだ。っていうか、今気づいたわ。当たった。当たったー。
これです。何もかも終わったのかな。バタン9。いやー、クリアした。これ第二形態とかないよね。これどうなるんだこれ。しかしビクター、え、何これ。冥府にはお前も連れて行こう。神に歯向かった報い、この場で受けよう。びっくりマーク2つ。どうなるの、あれ、などとやらせると思うのか。さっきまでどこにいたんだろう。隠れてたのかな、草場の陰から。が、お、お主ガミール、騙し討ちなど、待って、ゲスの従うことを当然読めている。俺がそうだからな。あ、そうだと思って草場の陰にいたんだ、隠れてたんだ。これどうなる。あ、一緒にこれ一緒に死ぬのか。どうなるんだこれ。一緒に黄泉の国へ。あー、来た、男梅。これができるんだったらさ、最初からやってくれよっていう、そのそういうこと言っちゃいけないんだろうけど、思いっきり殴ってる、グーパンしてる。地獄に落ちるわよ。神様こんな風にできるんだ。めっちゃボコボコにしてるんだけど、お前何者だ。そんなに強い魔人を手なずけたエミリア、お前は何者なんだ。まずドン引きしてるもん、ビクターが。いや、不意打ちから助けてくれてありがとう。それにこれ、この体、神に作られた体の俺ではマヌアリシアは倒せなかったかもしれない。ニカ。ああ、これは本当に物語終わったっぽいな。我々聖盾騎士団は大陸西部における治安の維持、東西間の巡礼路、交易路、それらを利用する信徒たちの守護を目的として存在するもの。私は信徒として服従すべき正教主を殺しでいいのかな、軍人として使えるべき帝国に歯向かい、数え切れないほどの帝国の民を殺してしまったと。なんだこれ、万死に値する題材。なんだこれ、急に反省し始めた。なんだこれ、己の死をもって最後の席を果たす。なんだこれ、死ぬってことか。帝国の 人民というのかな、これ分かんない。うん、これどういうことだ。最初からそのつもりであったと、死ぬつもりであったと。うん、どういうことだ、これどうなんだ。愛分かった、必ず平和な世を築くと誓おう。うわ、読めねえ。共栄至極に存じます。それにも、うん、なんだ、話は全て聞かせて急に出てきたな。そうは問屋が下ろさない、それで終わりなどとは我々。え、なんだこれ、急に割って入ってきた横から。我々は、皇帝陛下とアメリアさんにご提案があってまいりました。ん、なんだろう、どういう風に展開転んでいくのかがようわからん。アメリアさんのことが大変気に入った。え、我々を重用してくださるあなたを素晴らしいと思いました。あ、このまま処刑をされるのは惜しいと思ったのか。ない、あ、提案来た。外界からは完全に隔離しませう。ん、竜、あ、竜系か、島流しってやつか。あー、魔女の島に、そういうオチか。計画が狂った。そっかそっか、処刑はされない。あー、何、ジェラールはアメリアについていくのか、ナオミか、ナオミもか。じゃあ魔女の島行くんだ、この二人は。この二人と、アメリアも。ジュヌビエーブ殿、あなたにテルニウム大司教としてテルニア正教庁の運営をお願いしたい。あれ、え、なんでこいつだけ許されてんの。そうだよな、反発生み替えないのではと愚行いたします。その正論だ、分かってるじゃないか、しっかり。でもまあ、ライムンドス一回言ったらもう偉いやつだからな、決定なんだろう。なんか一人だけ勝ち組になってる。戦いの中でマジか、勝ち組になったぞ。なんか位を設けたぞ。
うわ、美味しい、承知いたしました、にっこり。内心もほくそ笑んでんじゃん、ちょっと怖くなってきたな、ジュヌビエブが。あ、ビクターの異名が自由人になってる、頼もう。そっか、エミリアたちもどうなったんだろうな、この先。まあ、この二人は一緒にいるのか。二人とも元気そうでよかった。生徒で別れた後、ルザンの傭兵に戻ったと聞いてな。ルザンの傭兵？ああ、一番最初のやつか。あの、商人たちの集まりみたいなやつか。今、一人で旅をしている。俺に文字を教えてくれないか。急に？んだと？教えてやれんことはないが、勉強したいならテートの方がよっぽど楽だろう。テートにも行ってみたが、他のみんなほどじゃないが、テートを破壊しち。ああ、テートを破壊し尽くした暴君に抗った英雄だの、なんだろ、長いな、異名が。長いよ、異名。まあ、普通、後ろ指刺されるよな。ジュヌビエブだけだよ、本当に。勝ち組、マジで。あと誰いたっけ、仲間って。他誰いたっけかな。ライムンズさんかなり気を使って対応してくれていたが、俺は過去の人間。にもなりたくなかった。字覚えてどうなるんだろうな。ジュヌビエブは立て直しで忙しい。フィリッポっていたな。セペラ、あー、セブラ、セブラね。酒場の英雄の、あれか。彼のところで牙の研究。何やってんのこいつ、一人で。フィリッポなんだこれ、つまんねえ。フィリッポつまんねえな。みんな驚いていた。夢を追いかけ始めた人間に頼み事なんてできない。ブランドン将軍はどうした？自分の領地に戻った後、大陸上の都市や、廃兵院、ああ、兵の感知してる病院とかかな、わかんないけど、戦後の医療復興支援に残りの人生を捧げる。あいつ一回裏切ったくせにこんなことなってんだ。話を戻そう。来た。なんだって文字を教わりたいんだ。アメリアは俺に、お前が大陸を守ったと言った。だけど救えていないものがある。あ、これもう絶対もう分かりました。アメリアですね、それは。やっぱりですね、これは。大陸の戦争が終わったのは、世の中が平和になりつつあるのは彼女のおかげだ。めっちゃアメリア支持してるじゃん、こいつ。アメリア支、アメシン。アメコーじゃん、こいつじゃ、完全に。正しく歴史に名前を残したい。大陸をも、ああ、なるほど。渡辺陽一になるんだ。この戦争は、どんなものだったのか、本を書きたいんです。なるほどね。そういう風になるのか。なるほど。みっちり仕込んでやるよ。この二人と一緒にあれか。この先同行していくのか、旅していく感じか。あー、終わったー。最後ちょっと駆け足みたいになっちゃったけどね、物語が、エピローグが。なるほど、こういう風に終わるね。いやー、よかった。